が分かってくると自分でいろいろ考えて面白くなってくる。十字を取って僕逃げる。こうちゃんと挟んでよ。あ、こっち、うん、ちょい、うん、こうやって、うわーってこう、こうやって逃げる。見てね、もう一つ同じ。あの体ができてくると変化ができる。別に戻ったりできるんですよ。同じ巻き戻す。こういう練習も面白いです。行きっぱなしだと意外とどう行ってか分かんない。行ってきれいに戻る練習とかやると思う。はい、もう一回。どっちも上手いからな、これ。どっちかが下手なんですよ。どっちかが下手なんですよ。動きとしては。これはね、最近僕が気がついて、いや意外とこっちうまくいくんですよ。こういう動きだったんですよ。人間の肩構造で肩ってアームロックでここが決まるんですよ。この90度だけど、うまくするとこれロックするっていうのが何て言うの、こうやってこれアームロック動けないじゃんってことだよね。だけどこうやるとすごく動くんですよ。でどっちがいいかっていうと、こっちが良さそうでしょ。だけどロックする形のちょっと手前ぐらいだとロックしてるから体が簡単に動く。で、あとでも、うん、これ分かんないんだけど、僕最近ちょっと自分で気が付いてやって、まあどっちも上手いから別にどっちも取られないんだけど考え方としてはだから感染症だってこういう風に決まっちゃうじゃないですか。だけどちょっと微妙だと力こっちにも入るんですよ。どっちもこうだから、こうやって全部力入るんですよ。そんなの鑑みながらちょっとやってみて、面白いじゃん。これね、自分で考えた。